はい、こんにちは。VJ の東亜2です。昨日ですね、再び VJ プレイを、YouTube にアップしました。大沢慎一さんの BBG BBB っていう曲に合わせて VJ プレイをしてみたんですけど、どうだったでしょうか。不明な点とか、感想とか何かありましたらですね、コメントを書き込んでいただければ、返信しますので、ぜひ気軽に書き込んでみてください。はい、で機材の紹介をちょっとしたいなと思います。今回はですね、ポータブルの DVD プレイヤーで iPad とビデオサンプラー P10 を使いました。はい、であとミキサーで今回ミックスをしたと。はい、いろんなエフェクトをちょっとかけてみました。で iPad ですね、アプリはカラーコード VJ っていうのを使って再びやってみました。再びじゃねえや、以前不具合がちょっと出てたりとかしたんですが、改善されてまた使いやすくなってましたので、ぜひチェックしてみてください。はい、であとね、今回そのビデオカメラを使いました。フィードバックっていうことについて以前紹介したことがあったんですけれども、それを実際にちょっと VJ プレイでやってみました。まあ久しぶりにやったのでちょっと手持ちでね、VJ プレイをしてみたんですけれども、まあ、やってみて思ったのは三脚使った方がいいですね。はい、VJ プレイやるとき、ぜひ三脚を使ってみてください。まあ、今日はこんな感じですね。で明日ね、また改めてこれの映像ミックス映像を上げますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。今後もこういった VJ プレイをVJ プレイして解説してミックスみたいな感じのですね、そのセットをアップしたいなと思いますんで、はい、こんな曲でミックスしてみてとか、なんかそんなオーダーがあったらやりますし、またいろんなタイプの曲でですね VJ プレイをやってみたいなと思いますので、ご興味ありましたらですね、はい、ぜひチャンネル登録してみてください。今日はVJ プレイの、解説でした。